皆さんこんにちは、キスケです。今回はこの孫悟空をミスターサタンと組み合わせて使っていこうと思います。はい、まあ、ミスターサタン必殺アーツが所持アーツにあるんで、必殺アーツが強いキャラクターと組み合わせてあげると、まあめちゃめちゃ力を発揮するんですよね。でこいつが実装されたんですよ。こいつのね、必殺アーツがもうマジでやばいっすよ。うん、必殺アーツっていうか、まあこの悟空の動画はアップロードしてると思うんですけど、この特大ダメージ、しかも発動時に余ダメージ 15% もアップあるし、カウンターが発動するんで、まあ結構な頻度で当たるんですよね。うん、でめちゃめちゃ強いということで、今回はまあ孫一族パーティーに、ミスターサタンを採用してちょっと戦っていこうと思います。はい、正直、この変身悟空がいれば多分勝てると思うんでまあ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 、楽しみながらこう必殺技を連発していってやろうかなと思います。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ対戦やっていきましょう。お相手は合体戦士にゴールデンフリーザが採用されてるといった感じですね。ほら当たる射撃、はい、よいしょ、いいよ。ほっ、おマジか、有利属性でお願いしてくるんやはい、さあメイン指発動してと、まあまあまあ必殺アーツがなければ、これは何でもいいんですよ。ほい。よいしょ。ほい。えい。これ入るよね、さすがに。おりゃー。強よ。はははは。あいで。うん、変えて。射撃。はい。さあ、どうしようかなー。お、まあミスターサタンでいいっすよね。うん、これでまあサタンコールも発動するので、さすがに皮外れていくか。ほいやべ、危ね。さあほい、オッケー、よーし、もう緑消していきます。よし、ダイナマイトキック、ほい、よいしょ。いやさすがに強いなさすがに強いぞこれは。お、怖いな、これどうすっかな。ほい、通常、うわめっちゃあるやべ、ミスター、あ、ラッキー、おい、くらえ、どりゃあ、おほほほ、やばすぎやろ、これはかき消せるんだよな、おらなんじゃこら、やばくね。ほい、あ、やるな、やばいぞ、スーパーベジットがなんか手玉っすね。うん、あ、やべ、あ、なんだ、来ないか、ほい、オッケー、へい、射撃、はい、打撃、はい、ほ、ダイナマイトキック食らわして孫悟空出せるようにしといて、あぶねお、おい、通常打撃で返していく、うー、怖っ。あ、ラッキー。よいしょー。サーターン。サーターン。オッケー、対戦ありがとうございました。さあ、対戦やっていきましょう。お、混血サイヤ人パーティーですね。ほい、ほい。あ、ちょっと遠い。ほい。はい。はい。来れ。よーし、いいよ。はい、
さあミスターサタン、あダメか、オッケー、えい、さあこれで射撃のアーツを上げといて何もできないよ、うわいでだよな、何もできないよな、あーミスター、さあどうしようかな、めっちゃ必殺アーツあるやん、これはおもろいな、ほい、通常打撃で返していく、さあ変身して使うか、ほい、ズボーン、いい、おマジか、ほい、ラッキー、えい、射撃、はい、射撃、はい、よいしょ、ライジングラッシュいっちゃいましょう、あ守ってくんねや、これラッキーじゃない、よし、落ちひんか、落ちひんかな、いや微妙、いやー落ちねえか、ちょっともったいねえな、ふぅ、おい、よーし、さあ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 、あー顔面に食らいましたね今、さあほい、よいしょー、ほい、よいしょ、えい、射撃、はい、射撃、はい、よいしょ、通常打撃で返していく、うっ、これ間に合うか、いけ、よーし、くらえー、やーら、やばすぎ、わろたなんだが、おなるほど、ほい、微妙か、あー、10負けだ、さて、どうしようかな、じゃあ、ミスターサタンに変えといて、はい、はい、さてさて、よしほい、よいしょ、これはさすがにこれで落ちるか、オッケー、対戦ありがとうございました、さあ対戦やっていきましょう、混血、うわ混血サイヤ人パーティーですね、おラッキー、ほい、いいよ、はい、射撃、ほい、あれやべ、えい、ほ、射撃、ほい、あれなんかおかしいな、はい、コストアップ、さあってどうしようかな、いて、あーそうか、打撃は入るな、いやーどうしようかな、まあでもミスターサタンが攻撃食らう分には正直どうでもいいどうでもいいって言ったら怒られるかもしれないけど、どうでもいいんで、どうしたどうした、ほい、通常打撃、はい、こわ、よし、ほい、えい、ハメハメハ、どうでしょう、行くで行くで、さあ危ね、うわ危ね、攻撃し、くそ、カウンターしろよっていう、ミスったな今、なんだ、なんや今の、空間をワープしてきたぞ、ライジングラッシュ打たへんよなさすがに、打つ打つ、ミスターサターン、よーし、必殺アーツでどうですか、サタンコールが鳴り止まないのもだいぶいいぞ、まあこれ不死身なんであんま関係ないですね、なんなら体力ちょっと増えるっていうさよなら、耐える、よし、ほい、石はダメか、石結構見づらいんでね、騙される人もいるとは思うんですが、ライジングいっちゃうか、ほい、さすがにこの体力やったら必殺込みなら落ちるでしょう、石投げてダイナマイトキック、ほら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 、うい、よし、さすがに落ちるよなこれ、ミスターサタンでも後続がこいつらやぞ、ふい、落とせ、よし、緑落とせればだいぶでかい、だいぶ美味しいよ、あらミスターサタン
さようなり。なんだ？お？本気で行くぞ。お？通常打撃で返してほしい。よし。ちょっとラグがあったね。うん。おい。やべ。よし。はい。射撃。ほい。ほい。オッケー。さあ、カウンター、決めるんだな。おら。やべ。威力やば。あ、やった。もう一丁。おりゃー。これがミスターサタンの強さ。どうだ。メインヤビ発動されたらちょっとまずいんで。お、自分の力を信じろ、ご飯。これは変えよう。はい。オッケー。よいしょー。よし、バニシング削っといて。はい。まあ、さすがに硬いな。さすがに硬いけど、とりあえず、青悟空の、こう、なんていうの？有利不利なくす状態をちょっと、粘るか。うん。もう少しのはず。危なっ。ああ、ダメ。ダメか。まあ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 、バニシング削れたものはだいぶでかい。おお、めっちゃ貯めるね。ああ、よしよしよし、ちょうど。オッケー。射撃。よーし。暗い。あらー。あれ？あれ？マジか。今の入んないのか。今の入らんのか。しまったな。オッケー、対戦ありがとうございました。さあ対戦やっていきましょう。お相手は何パーティーかは分かんないですね。ほい、あれあれ疲れてんな今日。オッケー、回避に合わせてと射撃も打っていくよ。なんかラグいな。大丈夫か。通常打撃で返して、ん、ほい、オッケー、よいしょ。さあ、まあラグいのは相手も一緒でしょう。頑張っていこう。ほい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 、よし、ほい。さあカメハメハ、よいしょ。さあ覚醒して、ほい、くぅ下手すぎ。うん、変えて、はい。相手結構コロコロ変わっ、うわー、もう何やってんの、何やってんの。はい、まあこれバニシング削ってライジングで確定ですね。はい、射撃でいこうか。ちょっと読まれたらめんどくさいかな。パーフェクトセルは頼む。ダメみたい。ダメか。くそ、どうしよう。怪しいね、怪しいね。うぅくそそう。貴様、許さんぞ。ほい。くらえ。あら。孫悟空のことか。あ、タックルはダメか。タックルはダメ。ほい。よし。ほい。射撃。よいしょ。これ構えの時間があるから。はい。ちょっとバニシング回復するために、ちょっと。よし、カウンターで撃ちます。ほい。しびれるね。やべ。ほい。オッケー。しびれるね。強くね。ほいほいほい。よいしょ。オッケー。手札破棄して、ミスターサタンだ。マニシングを回復したい。来るな。はい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 、やばいな。スーパーベジットがなんかちり紙みたいにふって吹いたらどっか行くねんけど。かー、もう何やってんの。あー、バカバカチン。まあでも耐える。はい、バカチン。いやー、威力高えな。ほい。バニシングない。
まあこれは全部打って落としきれなかったらライジングで決めようか。ほい。あー無理っぽいな。オッケー、じゃあライジングで。あー射撃でいこうか。一回読まれてるから二回目はいけるんじゃない？よし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 。オッケーオッケー。いや楽しいな、必殺アーツ内島くんの。癖になる、なりそうですね。うん。すげえ神々やった。オッケー、対戦ありがとうございました。俺の勝ちだ、諦めろ。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はこちらの変身孫悟空を使って、ミスターサタンと組み合わせてね、PVP 回ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。めちゃめちゃ強いですよね。なんか強くても笑ける感じがありますよね。うん、まあやっぱりカウンター系ってめちゃめちゃ強くて、例えばジャネンバの特殊アーツとか、ブルーベジータの特殊アーツとか、その辺カウンターなんですけど、それが必殺アーツになっちゃったってなると、まあ、そら強いわっていう感じなんですよね。しかも特大ダメージであれだけ火力が出るんで、ほんまに結構わりかし勝てるパーティーなんじゃないかなっていう感じはしますね。はい。しかもライジングラッシュはミスターサタンで受けれるって考えると、まあだいぶ気持ちも楽だと思うので、結構楽しみながら回せるパーティーなんじゃないかなと思いました。はい。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。Surrounds me. If we hold ourselves together.